どうもこんばんは、整体師のあきです。本日はですね、仲間にならないかっていう動画です。これは患者さん向けとか普段見ている視聴者さん向けではございません。腰痛に対してもアトピーに対してものお話ではなく、シンプルに僕と一緒にお仕事しませんかっていうようなお誘いの動画です。興味のない方はこちらで止めていただければなと思います。そしてちょっとでも話聞いてみてもいいかなと思うような、整体師だったり、理学療法士、柔道整復師、やはり灸師、アママッサージ師、トレーナーの方ですね、ぜひ最後まで聞いていただければなと思います。僕と一緒に腰痛を世界からなくしませんかというお誘いでございます。今ですね、正直手が回らなくなってきました。はい。手が回らないっていうか、いっぱいいっぱいになってきてます。今、患者さんが、だいたい新規の方で平均2、3週間待っていただいてるんですね。で、待っていただいてる状況で、でもまた連絡もいただけるっていうありがたい状況ではあるんですけども、じゃあ実際その患者さんからするとたまらないですよね。2、3週間待たないと治療が受けられない。やっぱ痛いのって今めちゃくちゃ痛いからすぐにでも楽になりたいじゃないですか。だからそういったところで、やっぱね、当院を頼ってくださるのはすごい嬉しいんですけども、自分だけでは、治しきれない人がいるんだなっていうのが最近痛感しているところであります。やっぱり僕が治せても1日10人が限界です。で、毎日やっても、10人、10日やっても100人が限界なんですね。そう、だからあなたの力を借りたいんですね。あなたと、一緒に腰痛を世界からなくすというところの目標に向かって走りたいと考えています。で、まあ、うちに来たら、じゃあ何がいいことがあるのかなってちょっと考えてたんですよね。で、それを考えてたら、一応3つお話しできることあるなと思ってて、それをちょっとまとめたんですけど、意識の高い私と一緒に仕事ができます。これ1つ目ね。で、次2つ目が、本気で患者さんと向き合えます。治せます。はい。で、3つ目は、整骨院とか病院とか、そういう堅苦しいような、この治療法が決まってるようなとこじゃなくて、思いっきり自分の治療を試せるっていうところですね。まあ、つまり結果もあなたに返ってくるというところです。この3つなんですね。で、まず1つ目なんですけども、同僚でですね、僕みたいにその、世界から腰痛をなくすっていう人いますか？いませんよね。実際にところですよ、一緒に仕事をしていく中でですよ、例えば、ああ、もう今日はもう早く帰りたいな、早く帰って飯食って酒でも飲みたいわっていうような人と一緒に仕事していくのと、いやいや、俺はもう世界から腰痛なくすんだと思って、常にこう、前を向き続けて走り続けてる人間とですよ、で、比べてもらった時に、どっちといたら自分の成長になると思いますか？どっちといたら腰痛を治せるような技術がつくと思います？僕ですよね。はい。自分で言うのも何なんですけども、やっぱり、環境っていうのは選ばないといけないと思ってます。そして環境もそうですけども、その、誰と働くのかっていうのも大事だと思うんですね。で、その上で、まあ、僕みたいな人間でもよかったら、ぜひ来てほしいんですよ。まあ、僕は、こう見えて、取り柄はやっぱ明るいし、声がでかいし、失敗を恐れないし、やり続けるっていうのができる人でございます。はい。自分で言うのもね、おかしな話なんですけども、それが僕の強みでもあると思ってるんですね。そう。だから、それを見て、で、なんですかね、こう刺激を受けてもらって、で、いや、俺も今日頑張ろうと思って、小玉先生頑張ってるから、俺も頑張ろうって思ってもらえるような人間であると思ってます。自分自身で。なので、そういった姿を見ながら、やっぱ働きたいなって、思っていただけるのであれば、それはお伝えしますし、もちろん、技術的なとこもですね、お伝えします。僕はケン先生だったり、迫田先生から学んだ技術をそのままあなたに、隠すことなく、お伝えもしますし、あとは、僕がやってるその経営の方ですね、経営の仕方っていうのも一人治療院でこれだけの成果が上がるよって言ったところの経営方法もお伝えしますので、まあ、ご自身でね、治療院するとかいう夢も持たれているのであれば、それはそれで、応援してもいいのかなと。で、私の知ってることをお伝えできればなとは思ってます。もちろんね、一緒でずっと働けたらいいんですけどね。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、僕みたいな人間と一緒に働けますよっていうのがポイントです。で、次二つ目が、本気で患者さんと向き合えるってことですね。うちの患者さんは皆さん本気です。本気で治したいと思って来てくださっています。ね、これも比べるとかじゃないんですけども、やっぱり整骨院とか、マッサージ屋さんとかに行ってる患者さんっていう方で、やっぱり意識の低い人って、まあ稀に一部いらっしゃるじゃないですか。なんかね、治すのは全部先生の仕事だみたいな。自分は何もしないみたいな人いるじゃないですか。で、言ったこととかやってくれない人とかね、運動してください、ストレッチしてください。こういった宿題を与えて、これをやってくるようにしてくださいねって話したところで、それをしてこないし、してこなかったらそれに対して、結果が出ないのはこっちのせいにされるという。いや、もう体を治すのは二人三脚だよねって、こう最初は言ってるんですけどね。で、そういったことをもうやっぱりしていただかないと僕は治せないと思ってるんですね。一人でやるもんじゃないですし、誰かに任せるもんではないと思ってます。治療というものは。二人三脚でやっていくからこそ成果が出るもんだし、まあ僕が威張ってても良くはないというところですね。だから二人三脚でやっていくと。で、その上で、うちに来られる患者さんっていうのは皆さん本気で全力でぶつかってくるんですね。そんな患者さんに立ち向かって治療を行えるわけですよ。でしょ？ってことは、あなたが全力を出して治療をしてくだされば、あなたの結果が患者さんにすべて反映されます。まあ、きつい言い方すると、治せない結果を作ってしまうのも、治す結果を作るのも、あなたの技量がちゃんと試されるっていうことになるんですね。言ったことも絶対守ってくれるからね、うちの患者さんっていうのは。うん。そうそう。だから、そういったのをしっかりチャレンジできる人。で、なんか治したいっていう意欲のある人ですね。そういう方は、患者さんと思いっきりぶつかれると思います。でね、正直今治せないって思うかもしれないんですけども、正直僕もそうだったんですよ。最初から治せる人なんかいるわけないんですよね。そういった失敗を経験して、それを成功に変えていくために、やり続けれる覚悟があるかどうかですよ。だから簡単に言うと、やる気ありますは最強なんですよ。やる気があればなんとかなるんですよね。そうです。まあそれ時間がかかるかもしれませんけど、絶対にやる気があれば必ず成功します。はい。それはもう自分がやりきってきた中で、感じ取っているものですし、まあ、確信になっているところではあるんですね。だからね、本当にやる気を持って患者さんとぶつかりたいっていう気持ちを持っている人は、すごいいい環境なのかなと思います。で、次三つ目なんですけども、なんか病院とか整骨院とかで、決まってるルールから外されるというところですね。やっぱ病院とか整骨院ってやっぱルールありますよね。あの人たちは会社でやってますからね。病院とか整骨院っていうのは。だから、一人だけがこう、わけのわからんことしたら怒られるんですよね。僕もそういう受けた経験があるんですけども、やっぱり病院っていうのは整形外科の先生の診断があって、それに対しての指示通りでしか動けないわけですよね。だったら、その自分が考えてるその考えとか価値観とかっていう治療の概念とかっていうのをひっくり返せないんですよ。命令できたことをただやるだけ。まあ、言ったらロボットみたいな治療になってしまうことがあるわけですよね。で、それを望んでやってるんだったらいいですよ。でもそれを望んでないのに、いや他の治療とかリハビリの考え方をぶつけていきたい、患者さんにぶつけていきたいと思ってんのに、でもその会社の都合上、病院の都合上そういうことができないっていう風になりますよね。整骨院とかもそうですよね。グループでやってたら、ちゃんと時間も決まってます。整骨院なんか特にそうですよね。回さないといけないからね。保険診療だったら。だから、もうマッサージの時間が5分とか10分って決まってるわけじゃないですか。じゃあ5分10分で何ができんねんって話ですよね。まあそれで治せたらね、神様ですけども、それで、その、決まった治療でしかできないみたいな、いうことにもなってきますし、時間も限られてるから全然好きなことできませんよね。そうなったら患者さん治せるのか、って話だし、自分の学んできた知識を試す機会は作れないですよね。で、それができなかったら治せない人間のままになっちゃうじゃないですか。だからそういったとも全くございません。ちゃんと時間を確保して治療させていただいてますから、それを思いっきりぶつけていただいてもいいですし、ご自身が学んできた内容を患者さんに伝えるっていうことも、できますので、自分がしたい治療で、患者さんを治せるっていうことができると。だから思いっきりですね、自分で勉強していただけるっていうのもあると思います。で、以上3つのですね、メリットがあるというところですね。で、それが当院のいいところなのかなと思ってます。で、もちろん他にもいいところあるんですけども、話し出すとキリがないので、こんだけにまとめておきました。で、あとは、まあ、それで最後にうちに向いてる人ってどんな人なのかなって思ったんですけど、やっぱり、気持ちがある人ですよね。
うん、直すんだってやりたいんだっていう気持ちを持ってる人が一番です。あの正直技術とかそういうのは別にどうでもいいんですよね。うん、どこを向いてるかなんですよね。矢印の大きさじゃなくて矢印の方向です。どこを向いてるかです。僕はそれを注意しますね。本当に大事なのは矢印の方向なんですよね。どんなに技術があって、どんな知識があったとしても、患者さんを治したいと思わずに、毎日の仕事を淡々とこなせればいいんだって思ってる人は僕は一切いりません。そんな人は全然いりません。どれだけ矢印が大きくてパワーがあるような人でも、そんな人っていうのは絶対にいいことにならないですし、患者さんを治すことなんか心底できないと僕は思ってます。それよりも技術がなくて知識がない、でも患者さんを治したいんだっていう思いがずっと常に持たれているあなた、それはすっごいいいことだと思います。矢印がちゃんと患者さんを治すんだっていう方にずっと向き続けることができるっていうことは、いつか必ず大成しますから。絶対に耐性します。これ本当です。努力すれば絶対報われるから。だから僕はどれだけ技術があるとか、そのすごい知識があるとか、そんなことはどうでもいいです。患者さんを治したいっていう思いがあるのかどうなのか、これが一番大事なんと思うので、それを持たれてる方はすごいいいと思います。あともう一つだけ言うと思ったら、やっぱ自分の人生は自分で変えられると、信じている人ですね。結局、自分の人生は他人が決めることじゃないんですよ。で、自分でやるわけですよね。で、自分で選んで今の環境があるわけですよ。だから病院で働いても、整骨院で働いても、それはあなたが選んだ環境でしょ？だったら、あなたがそれが嫌なら、自分で道を作れって話なんですよ。で、そのための道とか環境はうちでは作ってます。で、それを選ぶかどうかはあなた次第。その道を歩くかどうかはあなた次第。で、何が起ころうともあなたの責任なんですよ。当然ですよね。人のせいにするとか考えられないです。だから、人生っていうのは簡単に言うと、自分で作れるわけですよね。そういった人がですね、すごいいいのかなと思います。で、最後に、長くなりましたけども、最後にお伝えしたいことは、本当に僕は一人では何もできません。こうやって動画配信したりとか、毎日続けることができたりとか、テンションを高く保ち続けるとか、そういったことはできますけども、じゃあ、そのサポートだったりとか、患者さんを治すなんかもう1日10人しかできないわけですよ。だから、本当にあなたの力が必要です。で、本当に世界から腰痛をなくすっていうことを本気で考えています。ですので、興味がある方、そして、ちょっとでもやってみたいって思う方はですね、ぜひご連絡いただければなと思います。まずは話からでもっていう方でも全然大丈夫ですので、興味がある方は下にホームページのリンク貼っておきますので、求人募集と、お問い合わせの時にご連絡いただければなと思います。はい。というところで、2020年も2020年も突っ走っていこうと思います。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。来年見といてくださいね。もっと暴れますから。それでは。